ではこれまでのあらすじ。グレイグ率いるデルカダール兵の追撃を振り切り、見知らぬ地へたどり着いたミカミックスと神は、旅の汗を流すためホムラの里の蒸し風呂で休むことに。そこでルコという迷子の少女の家族を探していく中で、二人は妹を探しているベロニカという少女と出会う。なんでもベロニカは一度魔物にさらわれ、魔物のアジトから逃げ出してきたのだが、妹のセーニャと入れ違いになってしまったらしい。こうしてミカミックスと神は聖地ラムダの魔法使いベロニカと共にセーニャを探す旅に出るのであった。って言ってもベロニカさ、魔法使ってくんないんだけど、今のところずっと殴ってるよね。 NPC 扱いだからな今のところ。というわけで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。じゃあドラゴンクエスト11続きをやっていきましょう。現在ホムスビ山地ですね。そこから、上の荒野の地下迷宮、こちらを目指していきたいと思います。でちょっと左の方赤い印があるけど、あれなんだろう。まあ進んでいきますか。あれまた消えた。あれいつもの、あ、お化けちゃんだね、謎の。でここにアイテムがあるんで回収していきます。目覚めの花、お、あれ鉱石じゃん。一応持っていきましょう。鉄鉱石、鉄鉱石、銅の鉱石で、そう、こっち側にちょっと行けるんで確認だけします。こっちぶっ倒す。ドルイド、まあ、攻撃でいいでしょう。ゲッバギ、そうだね、こっち使ってくるね。ベロニカは相変わらず殴ってんだ。あ、動けない。ということはこいつはほっといて B に攻撃しよう。攻撃力は弱いね、カミュ。敵を減らすことしかお前は考えてないのか。よし、このドルイドほっとこう。あー、これは魔法の鍵か。なんだろうね、なんかちょっと旅の扉、あ、違う、見える。宝箱が見える。ベロニカとかだったら中潜れないのかな、隙間から。こいつと戦ってこう。ドラムコース、ベロニカが殴ってくれればなと思って倒せたと思うんだけど、ダメージ量的に。ドラムゴーストだった。ドラムゴーストじゃねえや。さてじゃあこの中、あ、遺跡みたいな感じだね。荒野の地下迷宮、ドラキー、タコドラキーだね。切れなかったけど、だいたい1ターンにつき1人だな。見て、早い。あ、一発で倒した。おととい来やがる。グリーンアイ、緑の目。え、攻撃できねえんだけど。あ、なんだ、ゲッチくん、いきなり襲いかかってきた。ルーカラン使ってくんのかよ、ちょっと厄介だな。ベロニカはミスってない。13、大丈夫だなこいつ。ちょっとギラとないよ。これタコトラキ左倒せるっしょ、ギラで。おい大丈夫本当に。マホトン、ドン突入。あー、毒ガルナイフ結構いいな。終わったね。なんかそろそろレベルが上がっても良さそうだけど、境界じゃないと分かんないよね、レベルがいつ上がるか。こいつマジ攻撃できねえんだけど。しかも先手取られるし。
倒したか。倒せなかったらギラで行こうかなと思ったけど。俺たちの勝ちだ。ドロー。おー、カミューゾーン入ってるから。あれ、ラリフォームってさ、一体なの？1グループじゃなかった？変わったのかな、仕様が。ラリフォーマーが1グループとかそういう感じかな。鉄鉱石、確実に切る。ルーかな、早い。ドラキ早いな、まあ、ダブルでルカナン使ってくれたってことはダメージにはならないからね。泥人形がいる。倒していくか。タコトラキ32。もう一発だね。ゾーン状態のままボスに突入できるのが一番いいんだけどね。それを調整するのもありかもね。どっちかがゾーンに入ったらボスに挑むとか。ボミエ、無駄なもの使ってくるな。こういうのは長期戦にならないとね、あまり意味ないからね。どうしようかな。なんか左の方がなんか下の地下に降りる階段なんでそう。え、本当に大丈夫なの？一回も回復させてないよあいつ。おお、またグリーンアイ。こっち地図上で行くと上から行こう。ああれ、超怪しい。人食い箱の可能性。うん、おお、そういうことか。いや、分かってたよ、なんとなく怪しいなっていうのは。だからお前を殺す。22で倒せるのか。これは確実にドルイドを倒そう。22で倒せなかったね。回復しようかな。マジックパー使って大丈夫でしょ。もう満タンしよう。で、宝箱。おお、世界中の歯。こんなところでこんな貴重なものが。確かに今生き返らせる術がないからな。ドラクエは結構生き返らせる術が序盤の方ないからね。ドルイド A と B が分かれてる。 FF はね、フェニックスのとか割と早めに売ってたりするんで、まあ、死んだとしてもすぐ生き返らせられるんだけど。しかもドラクエの場合、ザオラルはさ、生き返らないかの、うん、駆け出し魔物キラー称号10個、生き返らない可能性があるからね。え、どっちだ、あそこは行き止まりってことか。赤い壁みたいなとこ。あ、倒せなかった。始末できなかった時はギラを唱えよう。ベロニカ、なんでこいつ本当魔法使ってくんないの。ち、あ、大丈夫か、分かれてるかと思った。 OK、 いいね、なんだかんだ役立つわギラ。よし、え、結構な確率でグリーンアイくれるな。じゃあまずはここから見ていく。あれ、扉、鍵を持ってこいってことか。鍵がかかっている。まあ、さすがにこれを強引にこじ開けるのは無理だね。あ、なるほど、それでさっきのあっちに出てくるんだ。一応こっちも見て、何もなさそうだから上に登っていきますか。しかもこれはしごかよ。マップの作り的に階段を作るっていうのは結構難しいのかな。これ 2D だったら
あれになってんのかね。で、結局ここに出てきた。左から回り込んでいくから。根があるね、なんか。記憶の根みたいなやつ。これ大丈夫？ダメっぽい。で、多分さっきの、なんもなかったらっていうところに、そうだよね、落っこってくるよね。もう読めるわ。いや、読めるけど、あえてかかる。それが探索よ。もしかしたら裏をついてくるかもしれないからね。所詮浅はかな予備だから俺なんて。よし、こいつ倒しこう。神が最初に攻撃してくれて、タホドラキを倒せれば自分も攻撃する。倒せなかったらギラ。これでいこう。対タホドラキ戦闘パターン、うん、でこっちでしょ。で根っこか。一応調べていきますか。なんか見れるらしいからね。手をかざしましょう。なんか砂が落ちてきてるけど大丈夫ですか。お、シャドウがいる。なんだ？危ねえ危ねえ。この先には確か落とし穴があったな。いや、お前浮いてるから大丈夫だろ。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。ここは回り道していくとしよう。いやいやいや、絶対大丈夫でしょこんなやつ。体重超軽そう。なんかグラムっていうレベルの重さしかなさそうだぞあいつ。で、ちょ、宝箱を回収したい。え？さっきやったここだったの？あ、でもこっち側来たじゃん。お、なんか魔物の巣窟だな。ダンジョンはやっぱ魔物を迷っていった方がさ、自分が強くなるからね。毒の粘液ケロヒカ、お前本当役立つわ。盾役として死なないから。死んでもさ、世界中の歯使ってあげないよ。で、小瓶使ってくれるんだ。そういえばお前本当すげえやつだな。ずっとこのまま NPC でいてくれ。あ、毒を治す術が今キアリーがないから。毒消しとあと3つとかだよね。レベルが上がって治るっていうものでもないから。毒消しそう、あと3つ。ちょっと腐った死体は危険だな。金の鉱石やった、来てよかった。すげえ貴重なのがあるじゃん。これ開けられんの、こっち側から。おう、なんだ？あ、こうやって出てくるんだ。しかもさ、銃当たってるからさ、パッて倒せんじゃん、腐った下。げ、倒せねえ。甘かった。呪い！呪いは、時間が経てば治るかな。え、勝って！呪文封じ込められるくらいだったら全然いいけど。腐った人やっぱ強いね。で、ここが開けられる、こっち側から。お、鍵開けた。これショートが開通。一応戻るけどね。くぼみは見ていこう。何かがあるかもしれないから。なんもない。落ちてくるところかな、単なる。あそこにアイテムがあるんで取ってから行きますか。鉄鉱石、これ何、これ呪われてねえか。壁を登れる魔物の足跡のような。え、どういうこと。あ、光ってる敵を倒せ系か。 あいつね、あいつ。なるほど、こいつに乗れと。
スカルライダー、やるぞ。そりゃ、おお、あ、足元狙ったってあれか、こけるやつか。そら、うわ、かしめ一撃。これに乗るんだ。ちょちょ、待て待て待て、行くぞ。これギラ唱えておくか、腐った死体に。毒のね、やべえ、毒になる確率高えよ。神めちゃくちゃ食らってるし。見て、ちょ、もう一回ギラ唱えよう。OK、 すえ、なかなかレベル上がんなくなってきたね。いや、毒は厄介だから使うっしょ。で、薬草が結構あるから薬草でケチってこう。神にも薬草使おう。おお、これ上まで登っていけんのかな。上までっていうか上に登った後もこういう仕組みなの。ダッシュできる、すげえ。これ何こいつ、あ、泥人形か。ね、ちょっとこっちから行きたいね。走ろう。ひでえ。ああ、それでここに落っこってくる。しかし早い早い早い、ここはダッシュできない。じゃあこっちか。あ、どこだ。階層切り替えよう。ここ落ちそうだね。こっちも落ちそうじゃね。なんか大丈夫か。あ、ダメだった。やっぱりこの下はこの上はダメか。ちょっと厄介なダンジョンだな。地図を見ながら、だから地図を見ながら、あれがないところ、ここだ。あ、ちょちょちょ、こっちはあるよ。だ、こっち、こここここここいつも乗れる。で、宝箱をちょっと回収したい。さすがに、あれ、宝箱こっちだったよね。あったあったあった、あれを回収する。タコトラキの判定が難しいんだけど、意外に遠くから当たる。そろそろ魔法の小瓶を使ってもらいたいんだけど、やっぱ何ターンかしないと使ってくんないかな。グリーンアイ、ヌスットのグローブ、これはアクセサリー系かな。ただ盗むって俺覚えてなかったよね。やっぱ器用さが上がるね。守備力も上がるからつけておこう。いや、神専用のアクセサリーが出てきた。いや、他の人も装備できると思うけど。あとは多分これ落ちなきゃ分かんねえな、どっちか。あ、でもこれさ、奥がないよ。奥がないってことはいける。だからタホドラキマジで判定ガバガバなんだけど。これはもう攻撃したくない。さっき一番最初ギラ唱えた方がよかったな。守備力が2段階下がっているっていうマークか。ちょっと待って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 、丸連打したら分かんなくなっちゃった。神5ポイント、神業、盗む8か。まあいいや。
お、お前宝箱を守ってる。じゃ攻撃できねえ。お、小さなメダルやった。普通に宝箱にも入ってるからね。こいつになってると、そうか、切れないのか。切れないという欠点がある。どっちから行く、こっちから行く。そうだ、普通に当たるしかない。攻撃です。うお、15。盾、やっぱ片手剣の方がいいね。盾がうまく機能してくれる。よし、 B はほっとこう。きた、うわ、独立マジ高い。最後の毒消しそうだよ。もう腐った死体はなるべく無視したい。リレミトのね、消費がゼロだからね。これレベルが上がってさ、あれが治るのかだけちょっと。待って、来た。これいけんの、ちなみに。あれ、へえ、泉、こんなところに泉があるなんてな。なんでこんなところに倒れてんの。セーニャ、セーニャったら、ちょっとしっかりしてよ。セーニャ、こいつがお前の妹だった。どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ、返事してよセーニャ。私、人を探していて、疲れて泉のそばで休んでいたら、そのまま眠ってしまったようですわ。お姉様、なんというおいだわしい姿に。あんた、私がわかるの。何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっとお姿が変わったくらいで間違えたりしませんわ。そういうことなの。もう紛らわしい倒れ方しないでよ。私、てっきりあんたが。なあ、お取り込み中のところ悪いが、セーニャってのはお前の妹なんだろ。一体どういうことだ。実は私とこの子は双子なの。こんな見た目になっちゃったのは深い訳があるのよ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い取って集めていたの。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。うん、つまりこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さんなの。これからは子供扱いしないでよね。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか。ええ、そうよ。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。さあ行きましょう。とりあえず毒直してくれ。いやー、 NPC 扱いか。これなんか直らないのかな。ヒットポイントとマジックパーが全開した。あ、お告げ聞いとこう。176、2100とか、だいぶだな。ちょっとセーブしていきますね。あ、てかこれ普通に教会と一緒じゃん。ってことは毒の治療ができるわ。え、毒に侵された人は一人もいませんよ。なんか俺頭のおかしい人みたいになってたじゃねえかよ。いつの間に毒治ったんだ。
進んでいきたいけど、あ、でももう全部行ったか。あと奥に行くだけだ。これを見よう。一応降りてる、ちゃんと。おっといけねえ。ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ、闇心あれば影心。どういう合言葉だ。こんな風に独り言言わねえだろ普通。そのまんまだね。もうあいつ置いてこう。ここを通りたくば合言葉を言え。合言葉を言いますか。はい。扉の鍵が開いたようだ。扉の向こうから声が聞こえる。俺があれだけ注意したのに獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただものじゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた何年に一度現れるかわからない逸材だった、ね、あの女の魔力を全部お納めすればいずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それをそれをお前らは。いや、魔王だって間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきたやつらよ。こんな雑魚そうなやつに連れさらわれたのか。まあ風呂に入ってたんだからしょうがねえか。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。なるほど、あの壺の中にお前の魔力。さてどうしたものかな。お姉様、うん、発見された。なんだおめえらは。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。え、外空いてたよだって。なるほど、おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。取り巻きがありか。行くぜ野郎ども。まずギラで一掃するか。あ、神があれになった。ちょっと作戦で変えとこう。さ、なんかボス戦っぽいけどさ、普通の音楽だよね。ギラ、デンダのコブ。いや、なんかあんま強くねえな。で、ラリホ、出やがった。シャドウ、鉄杖。ちょっとやべえ、危ねえ。ありがたい。まだ寝てんのかお前は。ベロニカ大丈夫。回復ならお任せください。ジバリアかけるかどうかだよな。スリープダガー、デンダが寝るかどうか。いや、スリープダガーでデンダを攻撃しておこう。スリープダガー、寝ない。お、目覚めの花。ありがとう。おっと、これはちょっと危険だな。スカラ、スカラ
2段階上がってるね。てか寝ろお前。あばや。おっしゃ。でギラ、デンダのコブ。コツコツやっていこう。回復はあの子に任せる。ベロニカだから殴ってばっか。あ、魔力がないからか。完全に魔力吸い取られたってこと。でヒプノサント使っちゃおう。デンダ98とか強え。ちょっとラリゴ厄介だな。え、結構ラケーニャとかさ、自分があんまり気にしなくていいの。ベロニカでギラ、まだ1匹も倒せないんだけど。早いね、これで1匹くらい。よし、いやでも4人いるとでも楽そうだな。でこいつまたスリープダガーで出んだ。死にそうだもん。寝た、いいね、すげえ。さあそこからヒプノさんと、このパターンすげえな、超強え。あ、神にぶつかってくれた。じゃあ倒しにかかるか。攻撃してる。終わったね。レベルアップ8。次いくつだっけ、何取ろうとしてたっけ。そもそもあ、デイン取りてえなとか言ってたんだよね。片手剣スキル、攻撃力プラス4。あれ、これ取ったんだっけ。あ、習得済みか。ドラゴン斬り会心 2% だからね。どうなんだろうね、塵も積もれば山となるという感じなのかな。ゾーン 5%、 デインが8。あ、いけんじゃんこれ。トロ勇者らしく、デインで器用さはプラスか。トヘロス力10、素早さ10、身の守り10。ここら辺は全部あれだね、パラメーター系だね。じゃあ片手に次振っていきますか。ドラゴン斬り、ドラゴン斬りからのメタル斬りで剣心の方に流れていこう。魔王様の右腕になるという俺様の野望もここでついえるのか。そのまま覚めることのない夢の中で寝ていろ。おい、その魔王ってのは何だ。さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての得だねとはこのことよ。ああ。いずれ現れる魔王か。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。どうやって回収すんの。吸い込むの。なんか毒々しいんだけど。これで魔力が戻るといいんだけど。戻らなかったのですね。
ご心配なく。この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ですがお姉様、そのお姿は。ん？うん、年齢までは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ところでねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？ええ、もちろんよ、せいにゃ。あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。命の大樹に選ばれし勇者よ、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に変えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に温かな光を宿していると。まあ私は最初にあんたを見た時から全部分かっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだね。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから、一緒に探してちょうだい。パパさんか。ゴールドを呼ぶもの、獲得5000ゴールド。回収しよう、回収できるものを回収しよう。鉄鉱石、なんか割れるもんねえかな。ないか。こういうのパクってけばいいのに。上登れる？登れない。ん？仲間になってる？仲間になってねえじゃん。これってでも多分ベロニカは攻撃魔法だよね。でセーニャが回復魔法、まあ、いわゆる魔法使いと僧侶、まあ、戦士的なアタッカーがいないからね。神は戦士っていう感じではないから、それはまた別の人が担当するのかな。まあどこもかしこも牢獄ばかり、なんだか物々しいですわね。おい、そこに誰かいるのか。もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。いやーありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかしてこんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、あんたらまさかあの子をルコを知っているのか。心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。うわ、ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス、その名前どこかで聞いたことあるよな。行く。それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。いや、パパスなら知ってるけどルパスは知らん。まあ人相からしてちょっと行ってしまいましたね。盗賊っぽい感じはするな。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。
荒野の地下迷宮を後にしたミカミックスたちはホムラの里に戻り宿屋で休むことにした。そして夜が明けた。よし、ちょっと鉄鉱石の人にも話しかけていきたいけど、お兄さんの仲間なら下で話し込んでる。こっちが女性部屋だったのかな。ちょっと入ろう。何か残してないかな。下着とか残ってないかな。うっかり残ってないか。残念だ。あ、いる。みんな早えな。いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし大樹の申し子が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。いや、でも光ある限り闇も存在するってゾーマが言ってたじゃん。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として私たちが大抜擢されたってわけ。ほーん、命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだね。じゃあさっさとそこに行こうぜ。あんたってほんね、命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの。かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ。あんたらにもわからないってことかい。命の大樹ね。ん、待てよ、何かわかるかもしれねえぜ。まあ本当ですか。なあ、昨日助けてやったおっさんな、実はあいつ有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか。確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。さあ、酒場に行く前に鉄鉱石、これを渡しに行こう。このまま直進か。仲間になってる。仲間になってね。いつこの二人仲間になるの、正式に。おっちゃん、鉄鉱石を持ってきたぜ。鉄鉱石を渡した。もう必要ない。あ、そうなの。鉄製の剣のレシピ。鉄の剣、鉄の体験。いやー、思ってんだけどな。まあプラ1プラ2を作り出せってことか。でもだったらもう次の武器に行った方がいい気がするんだけど、このこと話してこう。武器や防具を買ってって。プラ1プラ2を売ってくれるんだったらいいけど、そういうことにはならなそうだからね。酒場へ行きますか。こいつ言ってること変わんねえかな。おじさんが見つかった。酒場に入っていくところを見たぜと。そうすると4人分の武器防具を揃えなきゃいけないからね。ねえパパ、もう帰ろうよ。お店の人に迷惑だよ。
あと一杯だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。よーおっさん、ご機嫌じゃねえか。ん？俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃあそいつをネタに商売してるって話だが、違うかい？嫌な不運だな。バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ、人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大事を知ってるか？命の大事に結びつくならどんな情報でもいい、あんたが知っていることを教えてくれ。ほう、命の大事とはでかいターゲットだな。いいだろう、あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな、不幸にも死を覚悟したその時、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな、俺の目に狂いはねえ、あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉さま、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって、行ってみる価値はありますわ。そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけど見直したわよ。それではお姉さま、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。おお、仲間になった。てか何の魔法を覚えてるの？それからこれ、サマディ王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。小結び通行手形。南西の関所はサマディ王国の番兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。よし、情報はしかもまあ命の恩人だからタダで買えたね。で、武器と防具はあれだね、ちょっと次のサマディ王国で揃えよう。ここで買ってなんかサマディ王国で1個上のものが売ってたらちょっと悲しいんで、このままの装備でいきます。あ、そうか、1回出なきゃダメだ。これから長い旅になる、とっても便利な呪文を教えてあげる。ルーラー覚えた、やった。これ最初の町とかに戻れんの？今まで訪れた町に移動できる。あ、ルーラー覚えてから行ったところってこと？多分行けないね、まあ、物語上行けないと思うけどね。ホムラの里、なるほど。なんかすげえ、こっからが本当の旅って感じだね。4人揃ったし、勇者の使命を求めて
小結び山地。でもさ、上のさ、日の乃木火山っていうとこ行ってみたいは行ってみたいんだよな。ちょっと寄り道とベロニカちゃんの実力を測るために作戦が一旦全員命令させろ。あれ、ガンガン行こうぜ。ました。参りましょう。で、切る。自分、切る。で、ベロニカ。メラ、ギラ、ヒャド。マジックバリア。お、すげえ、マジックバリアなんて覚えてんだ。ルカにもある。あ、かなり万能だね。もうこいつ一人で全部の魔法を網羅してるかな。攻撃魔法。スカラマヌーサ、キアリーもあるね。よし。ただやることない。あとあれみたい、スキルポイント的なやつ。え、なんだ、どうやって見んだっけ。作戦スキルパネルか。あ、12ポイントあるじゃん。まとめて振り分け。秘密パネルは封印を解いてから選べるようになります。え、そうなの。ちょっとベロニカ見てみよう。両手杖、無知、魔導書。魔導書だな。魔法覚えてきたいよね。だったら魔結界、魔導書。あ、違う違う違う。常時攻撃魔力10、不気味な光、耐性アップ、魔力の息吹。いいね、これ覚えたいね。耐性アップ。あれ、なんか攻撃魔法っていう感じじゃないんだけど。杖、両手攻撃時吸収できるマジックパワーが出る。そうなの。悪魔払い、マジックパワー消回復1から2。まあでも塵も積もれば最大マジックパワーアップ。祝福の杖、仲間1人のヒットポイント50から回復する。魔法はこれあれかな、なんかレベルアップで覚えていくか、いくのかな。普通に本当にスキルっぽいね。なるほど。なんか今、いや無知はどうかな、使うかな。せいにゃ、スティックスキル、槍、盾ごと、回復魔力とか上がるのか。氷の旋律、最大マジックパワー風。あ、このさ青いやつってスキルってことか。回復魔力が増える。なるほど。あとスティックを見ておこう。デビルンチャーム、回復プラス30、キラキラ棒、聖女の守り。あー、マジックパワー消回復とかはな、なんか覚えておいて損はなさそうだけど。そうすれば結構マジックパワーを使いながら戦える。まあ、マジックパワーの回復手段は結構多そうだけどね。さて、ではデイン使ってみよう。鉢も使うんだ。あれ？敵1グループ強くね？一丁上がり。普通にデイン強えんだけど。あれ、許可が必要とか言ってなかったっけ、ここ。ああ、そうだそうだそうだ、許可必要だ。じゃあおとなしくサマディ地方に向かいますか。ちょっと鉄鉱石のとこもう一回見てみる。あの、復活してないか。で、デイン、スライムベスト。いや強い、本当に強い。ただ結構マジックパワー使うよね、8だから。あ、で、あと作戦、マジックパワー使うな。ベロニカはまあバッチリ頑張れ、バッチリ頑張れだな。参りましょう。あ、メラでも23当たるんだ。セーニャかな。やることないときどうするか。回復、まあ、回復を中心にするけど、ボス戦とかはね、スカラでなんとかするんだけど、もうデインで決めよう。これが勇者の言い方しだ。すごい。ただマジックパーがなくなる、マジで。この温泉何なんだろう。
よし、鉱石復活してるね。ジャンプしないといけない。8だからね、5回使うだけでも40でしょ。鉄鉱石、鉄鉱石、銅の鉱石。スライムビスとかはもう雑魚だよな、完全に。でキャンプ場があるから回復できるんで、デイはどんどん使っていこう。お前の攻撃なんて無意味よ。あー強い、倒せなかった。節約してる、ちゃんと節約してくれるね。ガンガン行こうぜ。だったら一気に攻撃するのかな。あと1回しか使えないから攻撃していこう。マヌーさん、そういうのはいらない。ギラで、デイ型をつける。マジいいわ。よし、1グループっていうのがいいね。これ1匹だったらちょっと微妙だったけど。さて、じゃあキャンプ場に向かって寝て終わりにしますか。あれどこだっけ、もうちょっと先か。よし、 OK。 あと一応見ていこう。火事レベルアップ、火事技術向上、手加減打ち、あいいね、これは便利だぞ。新しく覚えた装備、鉄の剣、鉄の体験。まあ材料的には結構あるからね、1個作ってみるか。最近売ればいいから、これで金稼ぎもできるね。叩く、なんか上下打ちみたいなのがあったよね。特技上下2マス、あそういうこと。ちょっとやってみよう。ああなるほど、叩く、もう一回、もう一回、ちょっとこれ微妙だな、上が微妙だな。特技手加減打ち、あ結構集中力使う。よし OK、600度か。一番上手加減打ちしようかな。やろう、うん、これでいいや、仕上げる。どうだ、成功。プラ2てかプラいくつ、プラス3くらいまであるのかな、なんとなくだけど。大成功になるとプラ3とかになりそう。 OK、じゃあプラ2にしていきますか。どんくらい上がる ?4 上がるね。よし、OK。あ、やっぱいるわ、ここに。こいつなんだ?旅の行商人。革のドレス、鎖片びら、そういや、買ってねえわ。それで頑張ってたな、俺。キメラの翼、もういらないよね。だってルールあるから。毒消し層も、いらない。よし、OK。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はサマディ王国の方に向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。